防寒対策の基本、4つの首を温める。首、手首、足首、くびれ、そして見落としがちな大事な場所、体の 20% もの熱が放出される場所があります。今年1月に投稿した100円ショップの防災用品、あれから1年近く経って防寒グッズコーナーがかなり充実していたので、新たに購入した防寒グッズ和地点を紹介したいと思います。また我が家の防寒グッズは過去のこちらの動画でもご紹介しているので、概要欄に記載の防災・防寒の再生リストからぜひチェックしてみてくださいね。ネックウォーマーです。あったか、二重構造、保温性に優れた断熱素材、サイズは約 26cm×16cm、 こちらは300円でしたが、ダイソーは200円、300円の価格設定もあり、その分クオリティが高い商品があるので、それがとても助かりますね。肌触りもとても柔らかく、チクチクする感じはありません。裏面がグレーになっているので、タグを外せばリバーシブルでも使えそう。厚すぎず薄すぎず、ストレッチの効いた使い勝手が良さそうなネックウォーマーです。税込み330円でこの仕上がり、驚きます。アームウォーマー、サイズは 8cm×25cm、 こちらは200円の商品です。親指が抜けるので、手のひらから肘近くまで腕全体を温めてくれます。程よい厚みとフィット感。私はパソコンの作業をしている時、手首から肘の部分まで冷えるので助かります。過去の動画でも同じような商品をご紹介しましたが、価格的には5分の1くらいです。本当に驚き。アームウォーマーがあれば、水仕事も手のひらの部分をめくればつけっぱなしで作業できるので、防寒対策には必須です。スマホの操作ができるタッチ手袋、こちらは300円の商品です。裏起毛になっていて、しっかり厚みがあり、とても暖かいです。こちらもチクチク感はありません。見た目もとてもおしゃれ、程よいフィット感があり、手首の部分に厚みがあって冷気から守ってくれそうです。この価格ならいくつか購入して分散して持っていたいくらいです。ボア足首ウォーマーです。フリーサイズ 18cm 丈です。こちらは200円の商品です。使い道はいろいろ、足首、肘、膝と使い回せるのが便利です。肌触りがとてもいいです。体型に個人差があるのでフィット感は分かりませんが、締め付けすぎないので、ハイソックスまではいかなくても、足首の冷えが気になるとき、靴下の上から重ね技で使えそうです。足首用、肘用と部位ごとに重ねて温められるのが、動きを邪魔せず使いやすそうです。レッグウォーマー、二重編みで暖かいレッグウォーマー、こちらは300円の商品です。サイズは 43cm×9cm、 しっかりフィット感があります。チクチク感もなく肌触りは良いです。これも体型に個人差があるので何とも言えませんが、きつすぎず緩すぎず、履き心地のいいレッグウォーマーです。腹巻きです。サイズはウエスト 64cm×77cm、 こちらは200円の商品です。吸湿発熱リバーシブルタイプ、厚すぎず薄すぎず、フィット感もあり、200円でこのクオリティは驚きです。腹巻きは過去の防寒対策動画で何度かご紹介していますが、体を芯から温めてくれるので防寒対策には欠かせませんよね。主に就寝時に着用しますが、深夜避難の場面に遭遇してもお腹が温かいと随分違うような気がします。
ニットキャップ、サイズ、頭回り56センチから59センチ。こちらは200円の商品です。防寒対策で帽子もご紹介してきましたが、体の中で一番熱を奪われやすい部位は頭部と言われており、身体の 20% もの熱が頭部から放散されるようです。なので、防寒対策に帽子は必須です。ニット帽なら伸ばして耳全体を覆うこともできます。こちらの帽子は以前購入したもので、今回店舗では入荷の予定がないとのことでしたが、オンラインストアを除くと種類も豊富で、色も選べたので、近くにダイソーの店舗がない方や帽子が気になる方は、概要欄に記載のオンラインストアからチェックしてみてくださいね。裏起毛ルームパイルソックス、サイズ25センチから27センチ。こちらは200円の商品です。しっかり厚みもあり、ふわふわしっとりとした柔らかさがあります。燃料費高騰、上がり続ける光熱費が家計を圧迫する。日々昭和の子供の頃を思い出して衣服で体を温める。今は技術も進歩して防寒グッズが充実しています。200円で購入できるなんてありがたいです。こちらは着圧ソックスです。長期化する避難生活、車中泊などなど、エコノミークラス症候群対策で着圧ソックスも備えていますが、今回当地のダイソーの店舗では品切れでした。こちらはセリアで購入したものですが、防災リュックにも着圧ソックスを備えておくことをおすすめします。ダイソーオンラインストアで着圧ソックスの購入はできるようです。トータルの価格、頭のてっぺんからつま先まで全8点、合計1900円でした。店内、防寒コーナーも充実、品質も良く、この価格、コスパ良すぎて驚きます。一時避難リュック、二次避難リュック、それぞれ備えても、この価格ならできそうです。近くに店舗がない方でも、ダイソーはオンラインストアで購入可能です。概要欄にリンクを記載していますので、気になる方は、オンラインストアをチェックしてみてくださいね。2024年11月28日時点で品揃えは店舗より豊富でした。早めの防寒対策で品薄になる前に入手してください。